オーラルシガレッツが10月5日6日に大阪泉大津フェニックスにてパラサイトデジャブ2024から2デイズオープンイヤーショーイン泉大津フェニックスを開催する。デイにはオムニバス形式のイベントとして開催され、本日第2弾出演者としてシムが発表となった。シムとは以前よりお互いのツアーに出演し合い、オーラルはシム主催のデッドポップフェスティバルにも出演を重ねてきた。昨年オーラルがデッドポップフェスティバル2023に出演した際に、オーラル山中拓也VOG がステージ上でシム MAA1VO2パラサイトデジャブへの出演を公開オファーしており、それが実現する形となった。本日からチケットのオフィシャル3次選考が開始となっており、6月16日までの受付となっている。次の出演者発表は6月21日18時とのこと。ザ・オーラル・シガレッツパラサイト・デジャブ2024から2デイズオープンエアーショーイン泉大津フェニックス会場、大阪泉大津フェニックスで1ワンマンショー2024年10月5日土曜日会場15時30分開演17時出演。ザ・オーラル・シガーディーズ・デイにオムニバスショー2024年10月6日日曜日会場9時30分開演11時出演。ザ・オーラル・シガレッツ、ヘイ、スミス、シム、アンドモア。チケット追加チケン15,700円、81,082円か、投資券16,000円。オフィシャル3次選考受付期間5月30日18時6月16日23時59分まで。受付 URL https://eplus.jp/tocbd-of3/event 特設ページ https://theoralshigaretes.com/feature/parasite-deja